大阪府立大阪若葉高等学校は、大阪府大阪市生野区にある公立の単位制、高校。従来の大阪府立勝山高等学校と、大阪府立桃谷高等学校の一部を統合する、形で2020年度に開校した。校舎敷地は、従来の勝山高等学校のものを継承している。普通科の高校で、食べ製の二つの家庭、一部と二部を設置している。 一部は午前を中心に、二部は午後を中心にそれぞれ授業が開講される。一次元は90分。各部とも3年以上在籍した上で必修単位を含む74単位以上を習得することが卒業要件となっている。学校外でのボランティア活動、資格取得なども高校の履修単位として認定されるシステムとなっている。 他の部と合わせて1日6次元の授業を受講することや、通信制高校との編集で、それぞれ3年での卒業も可能。これは、法令上の扱いは、定時制であるが、通常の定時制と同様の1日4元の授業で4年間で卒業するコースのほかに、通常の全日制と同様の1日6元の授業で3年間で卒業するコースがあるものである。 大阪府立大阪若葉高等学校の校名は、一般公募や勝山高校と桃谷高校の生徒らの案に多く含まれていた上、勝山高校の同窓会、鈍業会などをもとにした。大阪府教育委員会と大阪市教育委員会は、合同で、府立と大阪市立の昼間部のある高等学校について2023年度までに発行、減らして、 1> 計1 4 1校にする再編計画案を立てた。少子高齢化の影響で、府内の公立中学校の卒業生が2019年度の約7万人から2023年度には約3000人減る見通しを受けたものとなっている。大阪府教育委員会は2018年8月30日の教育委員会会議で再編計画案を了承した。これにより、 従来の大阪府立勝山高等学校も再編対象校として選定される形になった。再編計画が具体化し、大阪府立勝山高等学校の校地に、大阪府立桃谷高等学校の多部生単位制のうち一部、二部を移転統合する形になった。進行は、大阪府立大阪若葉高等学校の校名となり、2020年4月1日に、 勝山高校の高知に開校した。ありがとうございます。